四角の町名。現行行政地名は、堀切1丁目から堀切8丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は124-0006。葛飾区西部、荒川東岸の定地にあたり、対岸は、北から、足立区、墨田区に接する。町域の北は小菅及び西亀あり、東は、東堀切れ及び宝町、南は、四津木に接する。 町の中央東京都道308号千字小松川、火災沖線が南北に横切っている。この平和橋通りと京成本線が交差するあたりに堀切り勝負園駅がある。駅名の由来である堀切り勝負園はこの地点より南西に約10分ほど歩いたところにある。勝負園のある綾瀬川沿いには首都高速中央環状線が通っており、 勝負への北300メートルほどに堀り切りジャンクションがある。ここはかつて堀り切り橋がかかっていたところである。テレビドラマ、3年 B 組、金八先生や、親子ゲームのロケ地であった東部伊勢崎線、堀り切り駅周辺は荒川対岸の足立区千住明けの町にある。大正年間に荒川が開作される前は地続きであった。また、 堀切駅自体も現在より東にあったが、開作予定地に当たったため現在地に移動した。なお移動前は、花あの名所、堀切園の最寄り駅であった。現在では、葛飾区と堀切駅周辺とは、荒川上流の堀切橋を利用し、約 1km 迂回しないと往来できない。京成電鉄、堀切勝負園駅を中心とした生活エリアを、まとめて、堀切、 または、堀切り勝負園と呼んだり、荒川の改作によって分断された東部伊勢崎線、堀切り駅周辺を加えて、堀切りとするケースもある。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、堀切り8から4から16の地点で31万1円、平方メートルとなっている。堀切り村は、江戸時代には、武蔵区に葛飾郡に属した。明治維新後、 小菅県を経て、東京府に属し、1878年の軍区町村編成法により南葛飾郡の所属となった。1889年5月1日の町村制施行に際して、周辺各村と合併して、南綾瀬村の大技となる。南綾瀬村は1928年2月1日に調政を施行して、南綾瀬町となり、 1932年10月1日に東京市に編入されて葛飾区の一部となった。1930年代までは東京近郊の農村地帯であり、堀切園をはじめとする勝負園が集まり著名な行楽地となった。しかし、東京市に編入される頃から都市化が進行し、環境の悪化から堀切園以外の勝負園は太平洋戦争期までに廃園となった。 高度経済成長期までに工業地として都市化は完了し、現在では住宅に商工場や堀り切り勝負園、駅周辺の商店街が混在する地区となっている。主に外敵の侵入防止のため場や集落の周囲に人工的に改作された溝の一種が堀り切りと呼ばれる。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、葛飾区の世帯と人口。葛飾区。2017年12月18日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月18日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月18日閲覧。 国土交通省地下工事都道府県地下調査葛飾小学校通学区域一覧葛飾区2017年12月18日閲覧葛飾区中学校通学区域一覧葛飾区2017年12月18日閲覧ありがとうございます